が開けます。はい。改めて大きな拍手をお送りください。そしてこのお二人、舘ひろしさん、柴田恭平さんの登場です。映画帰ってきた危ないデカ完成披露にあたりまして、お一人ずつご挨拶をいただきます。まずは高山俊樹役、舘ひろしさん、お願いします。こんばんは、舘でございます。今日はこの完成披露試写会にお越しいただき本当にありがとうございます。今回は今までとは違った、若い監督と若いカメラマン、若いスタッフで、ちょっと新しい違った危ないデカができたと思います。最後まで、楽しんでいってください。どうもありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、大下裕二役、柴田恭平さん、お願いします。今日もありがとうございます。この映画がヒットするか大ヒットするか大大ヒットするか皆さんにかかってます。でも安心してください、絶対ヒットします。とっても素敵な映画ができました。ノリノリで始まってからすぐノリノリで、ずっと最後までノリノリで見てください。あっという間に終わってしまいます。でも心にとっても素敵な思いが残ります。そんな映画になりました。ぜひ、もう一回ちゃんとお金を払って映画を見てください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。続いては、真山かおる役、浅野敦子さんです。すいません、はい、どうも、きっとわざわざ来た甲斐があると思います。今度はお金払っていっぱい見てね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いては、町田徹役、中村徹さん、お願いします。本日は、試写に来てくださってありがとうございます。危ないデカの撮影が始まった、38年前、昭和61年の夏、僕はまだ20歳でした。その20歳の時初めてやった役を38年後にやるとは夢にも思っていなかったんですけど、ある方曰く、昭和、平成、令和とアニメーション以外で、映画のメインのキャラクターを演じ続けたのは、ゴジラと仮面ライダーと高戸裕二だけだそうです。そんな2人に一
生懸命聞いてきてよかったなと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして長峰彩香役土屋太鳳さんお願いします。ありがとうございます。長峰彩香役を長峰彩香を演じました土屋太鳳です。この伝説の横浜の伝説のこの横浜の地でこの素晴らしい方々とご一緒していることが本当に幸せです。夢のような撮影でした。いよいよその世界が皆さんにお届けできるのだと思うともう嬉しくて震えます。どうかゆっくり堪能して帰ってください。本日はよろしくお願いいたします。続きましてステラリー役吉瀬美智子さんお願いします。本当に撮影よりもちょっとお会いしてないメンバーが多いので撮影よりも一番緊張してるかもしれません。本当に短い間ですけれどもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして早瀬理香役西野七瀬さんお願いします。早瀬理香役を演じました西野七瀬です。撮影してた時から今日皆さんとお会いするまでちょっと時間が空いてお久しぶりなので私も結構緊張してるんですけどこの貴重な時間を皆さんと一緒に楽しめたらいいなと思います。今日はよろしくお願いします。最後に原博人監督お願いします。監督の原です。ありがとうございます。こんなにも多くのお客さんに、来ていただけて本当に感無量です。本当に素晴らしい作品ができたと思います。最後まで楽しんで見ていてくれればと思います。よろしくお願いします。それでは私から皆さんに質問させていただきます。取材の皆様ここからはフラッシュ撮影なしでお願いいたします。それではまず舘さん柴田さん浅野さんの田村さんに伺います。8年ぶりに帰ってきたその思いをまずはお聞かせください。舘さん。そうですね、8年ぶりなんですが全く8年間こう空いてたっていう気が全くしないですね。はい、つい3年ぐらい前にさらばを撮ったようなそんな感じです。それでこのお話をいただいた時にもうすぐすごく嬉しくてすぐやりたいとそういうふうに思いました。さらばで本当にさらばなんじゃないかと思ってた人たちも多いと思うんですけどね。はい、僕もそう思ってました。柴田さん、その8年ぶりいかがですか？本当に、年を取ると次に行くのがとても早くて、僕は3年ぶりの感じがして。音を通ってます？大丈夫ですか？聞こえてます。はい、皆さんと会えるのが本当に楽しくて、もちろん徹君、あちゃんに会えるのもとっても楽しくて、この4人が揃うと本当に最強だなっていう感じがして、実家に帰ってきたようなそんな感じで始まりました。はい、撮影をしてみてもやはりすぐに時は戻るものですか？タシさんはもうまんま高山で、はい、僕もまんま、セクシーオブシタなのであんまり役作りとかそういう準備は全くいらないんです。トル君はトロイドオブスで全然役作り、すごい役作りしてますよ。あ、そうですか。本校はただ爆発してるだけ。じゃあその浅野温子さん、変わらないねって皆さん言われる中でさらにパワーアップしたねって言われるのが浅野さんじゃないかと思うんですけど、いかがですか8年ぶり。羊と結婚しそうになってたんでちょっとこっちに一回戻ってくるのに時間かかっちゃったんで、ちょっと大変だったんですけど、でもまあ薫は薫ですので、まあ皆さんのご要望の薫かちょっと不安は不安なんですけども、なんとか、
原監督が爆発させ、私はあそこまでさせなくていいと思ったんですけど、なんか監督がすごいんで、若さが有り余ってんで、ちょっと薫のところに来ちゃいました。はい、ね、本当だよね。はい、監督の要望であのシーンができたってことですか、登場シーンなんかは。あ、登場はそうです、盛大にあの爆発させたいなと。ちょっと皆さんこの後楽しみにしていただければと思います。最高の登場シーンがお楽しみいただけます。では中村徹さん、8年ぶりいかがでしょう。相当な役作りをして町田徹になっているということですね。そうですね、その前ちょっと今あの先ほどあの、はい、浅野さんの発言で羊と結婚しそうになったっていうところであの皆さんの気持ちがすごく引いた感じがしたので、なんでそれを説明しますと、前作でニュージーランドで終わっているので、でこの今から見ていただく帰ってきたの中で、その挙兵さんがおっしゃってるセリフで、あのその謎が解けると思うんで聞いたままでいないで帰ってきてください。僕は帰ってきたっていうよりも、ずっと港署にいるという設定だったので、撮影に入ってきてから自分でしっくりきたのは、本当に僕は帰ってきたというよりずっといたんだなって。で2人と、まあ、薫さんもですね、3人が帰ってきちゃったかっていうような、あの嬉しいような、なんかちょっと、切ないような、そんな帰ってきちゃったたちでした。はい、役職についてはどうですか、納得されてますか、この帰ってきたの時の徹の役職。あー、港署捜査課課長ですよね。随分長い課長。そうですね、課長になってから。そうですね、あ、そういう言われてみると、僕はあの、日本テレビさん以外のところでは総理大臣をやったり社長をやったりしてるんですけど、確かに日本テレビさんだと家売る女でも課長でした。日本テレビさんの評価が僕に評価が低いような気がしてきて、そんなことはないです。あれですけど、いやでもあの、そうですね、あのこういうこと言うとね、あのあれなんですよ、後で中間管理職をバカにしてるとかってネットに書く人がいるんですよ。だからそういう気持ちじゃない。素晴らしい仕事ですよ。大事な仕事ですよ。大事なお仕事です。はい、ありがとうございます。それでは土屋さんと吉瀬さん、そして西野さんに伺いますが、アブデカシリーズに参加されたという感想、そして周囲からの反響いかがでしたでしょうか。まず土屋さん、もう一回お願いします。アブデカシリーズ、はい、もうさっき伝説もっておっしゃってたんですけど、はい、アブデカシリーズに参加したっていう、そのまず思いはどうでしたか。いやもう本当に私の家族も本当にアブデカが大好きなので、本当に今でも信じられないぐらい嬉しさでいっぱいですし、初めてまずタチさんと恭平さんにお会いしたのが、撮影の前のお祓いの、お祓いというのがあるんですけど、お祓いの時にお二人がスーツを着ていらしたんですよね。でその立ち姿を見て、もうかっこよすぎて、なんかもう目から鱗がボロボロ落ちました。はい、それで何がこんなにかっこいいんだろうと、姿勢なのかなってすごいいろいろ考えたんですけど、なんかよく宇宙に行った人はその地球の輝きを見てすごく驚くと、綺麗、そんな気持ちです。そういう感じです、はい、共感しますね皆さんね。それが分かってくれるかも、はい、そういうような気持ちでした。で、どうなの。それで終わりです。ありがとう、すごく勉強になりました。はい、ありがとうございました。吉瀬さんにとっては子供の頃ご覧になったドラマでしたか。そうですね、若い時に見てましたので、まさか目の前に本人、目の前にも本当に何喋っていいかも分からず、最初に会った記憶がほぼほぼないような状態で、本当に見てもお分かりの通りイケメンでイケオジで、本当にこれから応援されるんですけども、パンフレットに載ってる分には、バックハグをあれはねされちゃうんですよ。で本当にキュンってなるんですよ。で
私も一生懸命香水つけて、タチさんに好きに、タチさんじゃないですね、タカさんで好きになってもらおうと思って、ちょっと色気を振りまいてる、あ、香りは映らないんであれなんですけども、一生懸命私なりにあのアップして、あのそのシーン撮ってますんで、あのいい香りがしてると思ってください本当にあのお二方とも素敵で、あの本当に惚れ直すというか、はい、恋に落ちる感じです。あの場面のセリフもいいんですよね。今はちょっとネタバレするから言えませんけれども、セリフも最高です。タチさん、あの場面の思い出何か、あのバックハグの思い出はあの芝居に全てをかけました本当にもう女性陣の悲鳴が聞こえそうですけれどもね。そして、西野さんは港署の後輩になられていかがでしたか。はい、その町田課長の部下として入ってきたので、その伝説のお二人のことは実際見たことなくて、まあもちろん出会うシーンもあるんですけど、なんかそこでのそのお二人の徹さんへのそのリアルいじりというか、その間無茶ぶりというかが毎回毎回テイク変わるごとに何をされるかわからないです。ランダム性があってそれはそのでも今までずっとシリーズの時から多分徹さん鍛えられてきたので、綺麗に返してアドリブがね相当多いんですよね。はい、それがすごいびっくりしました。台本に書かれてないことをたくさん出てくるので私もちょっとヒヤヒヤしながらあの現場にいました。西野さんがキュンとなった場面ってありますか。キュンキュンはなかったですかね勝手に、なんだろう、その直接的にこう見合うようなシーンとかそこまでなかったなと、勝手に見てかっこいいとは思わせていただいてました。ありがとうございます。そして監督はお父様の原貴仁監督もかつてアブデカシリーズ、ドラマシリーズの監督を務められていて、はい、親子2代でシリーズ監督ということでした。どんなことを意識してこの作品に臨まれましたか。そうですね、意識したことはあんまりなかったんですけど、とにかくこう必死だったのは間違いないかなっていうか、まあでもやっぱこんだけ あの歴史のある作品なんで、やっぱファンの方は絶対裏切っちゃいけないし、とはいえ自分の思いとしてはやっぱ知らない世代の人たちにも、まあ、僕はやっぱそこまで知らない世代だったんで知ってほしいっていう思いで、やっぱ両方が喜んでもらえるものを目指したっていう意識はあったかもしれないです、はい、監督はドラマシリーズオンエアされてた頃に生まれた世代っていうことですね。そうですね、はい、そうなんですよ、はい、あのちょうど父が危ないデカの撮影をしてる時に僕は生まれて形だったんです、ね、危デカの子供みたいなものですね、ね、そうですね、はい、そして土屋さん、吉瀬さん、あ、ごめんなさい、お子さんも、はい、アメリカの映画の最中に生まれた。そうなんです、そうそう、撮影中に、はい、だから親子3代で監督も、いやどうでしょうね、わかんないですけど、アメリカあと30年ぐらい近く、そうですね、たくさんと恭平さんが許してくれればって感じ、はいはいなんとかよろしくお願いいたします、はい、もう帰ってきたとかいろいろリターンズとかもう使い尽くしてますけど何らかの形で30年後ぐらいに、はい、お願いします。